東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますか AFC チャンピオンズリーグ ACL は5日 グループリーグ第4節を行い、F 組のサンフレッチェ広島は、敵地でブリーラム・ユナイテッド・タイと対戦し、2の0で勝った。広島は、1日の J1 仙台戦3、3の0から、先発4人を変更。ミッドフィルダー清水晃平、ミッドフィルダー丸谷、拓也、ミッドフィルダー宮吉匠のほか、フォワード佐藤久人も、スタメンに名を連ね、エースが負傷交代した3月12日の J1 湘南戦2、2の2以来、 公式戦4試合ぶりの復帰を果たした2連敗スタートも前節ホームでブリーラムを 3−0 で下らし今大会初勝利を挙げた広島最下位に沈むブリーラム相手に連勝を目指し気温30度を超える敵地に乗り込んだ高温多湿の過酷な環境の中前半45分佐藤の絶妙なスルーパスに抜け出した宮吉がゴールキーパーとの1対1から右足でゴール左隅に流し込み先制点 今季、京都から完全移籍で加入した宮吉の移籍後、公式戦初ゴールでリードを奪った。後半12分には、ミッドフィルダー青山敏弘から縦パスを受けたミッドフィルダー茶島雄介が、左足でシュートを打ったが、ゴールキーパーの正面、同14分に佐藤に変えて、フォワード皆川雄介、同26分には、宮吉に変えて、ミッドフィルダー柴崎晃成を投入し、勝負を決める2点目を狙った。しかし 直後の皆川のシュートは左ポストを直撃同40分には皆川のポストプレーから茶島が決定機を迎えたがシュートは枠を捉えきれなかったなかなか追加点を奪えずにいたが広島だが後半42分丸谷からの縦パスを皆川がワンタッチで流し柴崎がゴール前に抜け出すとゴールキーパーとの1対1から冷静にゴールネットを揺らし2の0と勝利を決定づけた後半45分には 青山に代わって、2月27日の J1 開幕戦、川崎戦以来の復帰となるミッドフィルダー、森崎和幸がピッチに入り、タイムアップを迎えた。広島は、2連敗後の2連勝で勝ち点6。FC ソウル対、3頭ロノーの一戦がスコアレスドローに終わったため、首位ソウルが勝ち点10、2位3頭ロノーが勝ち点7で続き、1差で広島が3位につけている。 4連敗のブリーラムはグループリーグ敗退が決まった。